はい、皆様ごきげんよう、千葉社長です。最近はですね、雨が多かったりめちゃくちゃ風が強かったり、いきなり寒くなったりね、寒暖差が激しい日が続いたりと、普段のね3月とはちょっと違った気候、今年こんな感じでしたよね。もちろん植物はもちろんなんですけど、皆さん体調大丈夫でしょうかね。僕も若干ね、最近体調崩したことあったんですけど、これだけ気候やね環境が変わってきたら体調崩すこともありますので、皆さんご注意ください。そしてね、植物たちもやはり人間と一緒で、これだけ環境が変われば体調崩します。3月なのでもう春に入ってきました。植物たちは成長してね、元気な姿になっていくはずだったんですが、今年はねやっぱりちょっと違うんじゃないかなと思います。なので皆さん慌てない、ね、こういう時には慌てないということが大事です。暖かくなってきたらですね、植物たちやっぱり元気にはなってきてくれます。今傷んだり環境の変化でちょっと弱ったりした時もですね、結構みんなバタバタしていろんなことをしようとしますけど、まずは何もせず慌てず観察してください。水が切れたりしていなければほぼ枯れることはありませんので、水管理をねしっかり見ながらちょっと調整してあげて、今の時期を乗り越えてあげたらね、もうすぐ春になります。植物たち元気になってくると思うので、ちょっと今回は、ね、耐えてください。こんな感じのね気候、今から先多くなってくると思います。やっぱ気候変動やですね、環境の変化、年々年々変わってきます。夏もめちゃくちゃ暑くなったりします。異常気象、やっぱりこれにはね対応しなければいけません。それには皆さん、やっぱり皆さんの力が大事なので、しっかりねお勉強していきましょう。はい、じゃあ今回はですね、ちょっとこういうコメントが来ていたので紹介して解説したいと思います。新築祝いでフェニックスあげるから植えてと言われ、害虫がとても無理なので調べたら、ケムシ、シャクトリムシ、ナメクジ、貝殻虫等いろんな害虫が出てきて悩んでいます。害虫が出ないようにする対処法はどうされているんでしょうか。はい、こんな質問が来ていました。もらったフェニックスにめちゃくちゃナメクジとかシャクトリムシとか入ってたみたいですけど、まあ、それはねちょっと運がなかったと思ってください。そしてね、その害虫たちが全く出ないようにするにはどうしたらいいですかという質問、コメント、これもね結構来ます。はい、害虫が絶対絶対ダメな人、こういう人はもう植物を育てることは諦めるしかありません。そうなんです、植物たち生きています。そして土を使っています。なので 100% 害虫が出ない植物なんてありません。もともと植物の中、そして土の中にも害虫がいなかったとしても、皆さんの住んでる環境、そして再生とかで外に出したりしたら、虫たちってやっぱり寄ってきます。お水を溜めてたら絶対蚊は発生します。腰水管理僕推奨しているんでね、よく言われます。虫が寄ってきたり蚊が湧いたりしないんですか、どうしてるんですか。絶対ね蚊は来ます、やはり水を溜めているからですね。でも蚊が来た時にどうするか、ここは自分たちの工夫次第でどうにでもなることです。それと同じで、虫たちが来た時、害虫が来た時どうするか、こういうことをですね、皆さんこのチャンネル、そして植物チャンネルたくさんあります。そういうチャンネルやですね、まあ、本とかでもいいですけど、そういうものを通じて勉強して対処していく、これをやるしかありません。植物たちはですね、土があって水があってなんぼの植物たちです。そしてもともとは自然環境で育っている植物たちを鉢に入れて室内で育てています。必ずお水はいります。お水があるということは虫が寄ってきたりもします。そして栄養がある土で育てていると、やはり肥料等入っているので虫が出てきたりもします。これはもうですね、共存していくしかないんです。そうなんです、虫と植物、
そして皆さん共存していく、この気持ちがないと植物たちは上手に育てることも楽しくグリーンライフを過ごすこともできなくなります。なのでね、皆さん虫との共存も頑張ってチャレンジしてみてください。もちろんですね、虫いない方が一番いいです。なのでまずはですね、虫が出ないような清潔な環境にしてあげる。ちょっと面倒くさいですけど、水をこまめに変えてあげるとか、お皿を洗う、鉢カバーを洗うとか、消毒をするとか、こういうことをですね、まめにやっておくとあまり出なくもなってきます。そして、ね、出た時はしっかり対処してあげる。別に植え替えとかをですねしなくてもいいです。もちろん土の中にアリが入ったりとか、ナメクジが出てきたりとか、いろいろあります、ね、僕はですね、アリが出た時アリコロリとかを巻きます。そして1日2日ぐらい水にどっぷりつけてたりします。そうすると、ね、アリさんいなくなったりします。そしてアリコロリ巻いたらね、植物たち枯れないんですかと言われることも多いです。もちろんこれは科学的には分かりませんが、僕たちがですねバンバン巻いても枯れたことほとんどありません。なので多分、ね、大丈夫だと思います。そう、この僕のチャンネル、ズボラなチャンネルです。そして普通の植物を扱う人たちがやらないようなことを結構やります。栄養剤とかもですね、何百倍何千倍に薄めないとダメ。消毒もこうなんですけど、目分量でドボドボドボと、ね、やったり、それダメじゃないですかということをやってもですね、案外植物たち枯れません。もちろん度を過ぎたら、ね、枯れることもありますが、ある程度のことはですね大丈夫です。なので皆さん、まあ枯れる覚悟というのも必要かもしれませんが、虫害虫大嫌いという人はですね、ちょっと多めに消毒をしたり、お水はですね常にきれいにしてあげたり、こういうところをチェックしてあげると割と大丈夫になってきます。はい、ということでですね、植物たち栄養は必要です。そしてお水が一番必要です。栄養はほどほどでも、お水を切らしたら枯れちゃいます。なのでね、これから先暖かくなってきたら特にお水必要だし、水もちょっと悪くなったりするので、害虫が出やすい環境にもなってきます。虫さんたちもね、植物たちのちょっとジメッとした空間、隠れやすい場所です。なので鉢をパッと上げた時ね、ひょろひょろ行ったりしますけど、慣れてください。慣れます。僕も無理だったけど慣れました、ね、そういう時はちょっとお外に出してあげて、葉水をしたりじょーっとねしてあげると大丈夫です。虫と植物、皆さん共存することがグリーンライフを楽しむための秘訣です。ぜひ皆さん共存してください。それでは今回こんなところで、バイバイ。